はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター酒館の、ファーストテイク、今回挑戦するのはデスクリムゾン。はい、でリセット。まあデスクリムゾンはね、まあある意味有名なゲームだったけど、今は別に有名じゃないのかな。もう特に発売当時は有名だったゲーム、違うな、発売して何年か経ってから有名になったゲームかな。どっちかっていうと、まあいろいろとあるんだけど、ビジュアル的にはね、まあ、この辺、これはゲーム関係ないんだけど、いろいろツッコミどころはあるんだけど、まあまあいいや。で、当時ね、バーチャガンを使ってプレイし、ガン臭なんですけど、バーチャガン使ってプレイした時には、正直ね、あんま先に進んだ記憶ないんだよね。今回コントローラー使ってやるんだけど、一応操作方法は、方向ボタンで、方向ボタンで、まあカーソルでしょうね。これメニュー選択しか書いてないんだけど、説明書にはね。で、A ボタン弾を撃つ、X ボタン、が弾丸補充、リロード。A と X、A と X。A と X。まあいろいろとね、まあ一応一回ぐらいちゃんとデモ見とかないとね、このゲームの場合はね、見とかないといけないかなと思うんだけど、まあ10年前のことであった、まあ、コンバット1で先に読んじゃった説明書で読んじゃった。そっか、当時29歳だわ。1966年生まれだから今何歳だこれ。57歳、あ、56歳か。5月5日生まれだ。まあ、ね、ダニー、フレック、生きてるか。ああ、なんとかな。上から来るぞ、気をつけろよ。だいたいこういうこういう絵面のゲームだったっけっていうツッコミどころもあるんだけどね。なんだこの階段は。いやいやいや、ファーストテイクもね、結構短い時は5分ぐらいで終わってるからね。今回もそうなりそうな気がするんだよね。だからとりあえずこのデモを長めに流しておくという感じです。こうして越前高専はクリムゾンの提供で、ビスモスなだけ今出たの。つうことで、1996年8月13日ってこれなんだろう、発売日かな。何の日付だろう。あ、今ノンマチ見とくか。でまだデモです。これ僕のプレイじゃないです。なんつうかさ、バーチャコップかさ、もしくはなんだろうまあ銃のねゲームを一つやってから これをやるとね、もう少し凄さが比較できるのかなって感じはするんだけど、やられた瞬間、やられる前とやられた後のね、ビジュアルの違いとは結構驚くもんね。そういうわけで、じゃあ始めましょうか。ワンプレイです、ワンプレイ。ステージ1。はい。A と X、A と X。
それでかえな、これ当たってわかるかな。ああ全然当たらない、全然狙えない。あれああもうコンティニューになってワンクレジットとかやっていいのかな。じゃあちょっと1回だけクレジット、この野郎かけるのいやーもうダメだこりゃダメだ。あこんな感じですひでえまあまあに、まあコンティニューしたからファーストテイクじゃねえだろうって話もあるけど、まあまあ秒数的に言うと大して差ないから、まあまあディスクリムゾンだしまあいいかなってとこで許してもください。はい、いやー厳しいな、ちょっとこれどうにもならないけども、ちょっとね皆さんもねぜひねディスクリムゾンというゲームをご存知の方はね、持ってる方はねぜひね今プレイして、あのこんぐらいで終わるか、もっと先行けるか試してみてください。はい、ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サキカンでした。